聖地が湧き上がるスーパーキャッチだった。巨人のお声類外野手が10日に行われた阪神とのオープン戦、甲子園、に、2番、中堅、で先発出場。3回1死の守りでダイビングキャッチに成功し、ファンから、鼻がありすぎる、最高、素晴らしいプレー、など絶賛の声が上がった。瞬時の判断が光った。 3回一市から近本の放ったライナー性の打球に反応すると、右中間方向へ全速力で走り、落下ギリギリのタイミングで前方へダイビング。見事にキャッチすると、三塁側ベンチの安倍晋之助監督も大きく手を叩いた。この様子を SNS などで確認したファンは、甲子園でのファインプレーは、関東一高時代の躍動を思い出す。 お声上手だったね。守備トップレベル。これは甲子園のスター。などと褒めたたえた。お声は2016年ドラフト1位で楽天に入団し、2022年オフに現役ドラフトで巨人に移籍。昨季は41試合の出場に留まっただけに、開幕スタメンを頑張って取ってもらいたい。と、スタートダッシュを願うファンもいた。